こんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。そして、そして今日から、神木です。よろしくお願いしますよろしくお願いします。神木さんでコラボー、 T シャツもありがとう、神木さん。ありがとう。アイロンかけたい。しわしわ T シャツ。しわしわ。というわけで、今日からスーパー神木館で、神木さんとコラボでございます。よろしくお願いします。いやー、楽しみだなー。いやー、本当にもうね、ワクワクがね、やばいです。もう、準備してる段階から。本当に。というわけでね、今日1本目やるのはですね、はい、ワンピースマニアが選ぶ和の国の衝撃コマ6選。高橋さん、はい、これは罪な企画ですよ。罪ですか、これは。これ絞れるわけがない、ね、マジでもう和の国って100話ぐらい続いてますよね多分、うんうん、はいはい。でちょっと見返すたびだから100個あるって言っても過言じゃないじゃないですか確かに毎週こうウォーってなるんで確かにマジで選ぶの大変だったですね。6選べないですよね、これ。選べないです。で、まあ、当時読んでた時、はい、本当になんか興奮したというか、えこんなの、はいはいはい、っていうのをちょっと選んできました僕は。そうですね、はい、ちょっとそれ3つずつねお互い発表したいと思います、はい、それでは行きましょう。お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録まだの方よかったらチャンネル登録してってください。神木さんのチャンネルもチャンネル登録よろしく。あ、そんじゃ行きましょう。はい、どっちから行きましょうか。で、僕から行こうかなあ、どうぞどうぞ。はい、じゃあこれですね、はい、もうそれやっちゃうのっていうので驚いたやつですね。はい、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 92巻の930話の最後になるんですけども、はい、サンジがですね、はい、レイドスーツをこう手にした時いやー、衝撃衝撃衝撃。なんかね、普通もっと後に持ってくるかなと思ったんですよ、うんうん、なんか和の国の最後か、はい、もう和の国開けてから、うん、サンジがそれをね、泣く泣く使うんかなと思ったら、うんうん、もう早速それやっちゃうのっていうもう未練のレイドスーツっていうのですっごい衝撃を受けた記憶がありますね。やばかったっすね、あそこね。もうこうやってポーンってやりました。そうそう、え、もう来週になっちゃうってなって、で本当に来週になって、なんかかっこいいっていうか、うん、面白いっていうか、興奮しましたね、あれは。面白かったっすね、あそこね。面白かった。ね、ホールケーキアイランドの後でね、なんかもう、そんなもん絶対使わねえみたいな感じで言ってましたもんね。そうそうそう。すぐ着替えるやんと思って。そういう意味で衝撃やったですね。なんかそのサンジがそのプライドを捨てたというかね、なんかそこも衝撃でしたよね。そうそうそう、うん、あーっていう、急な展開もあったし。助けるためにっていうやつですもんね。うんうん、命のためっていうかね、救える命もあるっていう感じだったんで。そうそうそう。熱かったな、衝撃だった。確かにその衝撃でしたね。もう本当に和の国最初からね、もう本当に選べないんですよ、うん、選べないですね、これ。本当に多いから言っていくじゃないですか、全部、はい、絶対もっとありますもんねまだ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 ある。これに関してはね、もう被る気がしないですもんね逆にね。そうそうもう多すぎて、もうそう、多すぎてオッケーです。じゃあちょっと俺行っちゃいましょうかね。はい、いやー、どこかな、ちょっとね、どうしよっかな。やっぱでもここはやっぱ衝撃だった。ここはもうね、はい、お互いやっぱ頭に絶対1回出てると思うんで、うんうん、ここ行きたいと思います、うん、はい、僕が選ぶ1個目はカマゾウの正体がキラーだったー。かぶったー。2個目2個目かぶんね、2個目にかぶったー。かぶんないとか言ってて、かぶるんかい。カマゾウがキラー、94巻944話って書いてるかぶるんかいかぶるんかい。でも衝撃、これは本当に、これはね、本当に衝撃でしたよね、やっぱね。散々ね、人切りカマゾウが誰かっていうのでね、ずっと言ってたし。そうなんですよ。そして ね、キラーの存在をね、うっすら忘れてたんですよね。そうキッドにばっかりこう目が行ってて、一切ね、もう全く言ってなかったんだけど、うん、でも結果的によく考えたら確かにね、カマゾウはね、そうそう、なんかカマ使ってたとかも、うん、あれもね、そのキラーのそのパニッシャーとかにも、うん、よく考えたらかかってるし、で、あの覆面だったし、うん、で、素顔見たことないし、うんうん、みたいな、で、変な笑い方っていうのもね、うんまあ、スマイルをこうね、カモフラージュするっていうか、そこでなんか二重に仕掛けられてる感じがしますよね。いや、衝撃でしたね、キラーがあんな笑い方するわけないっていうのがね、脳裏にあるんで、確かに。今でこそね、スマイルっていうのはあんなね、笑うことしかできないっていうので、分かるんだけど、あの時は衝撃やったですよね。衝撃でしたね、やっぱここは本当に、うえーってなりましたよね。なった、メンタも飛び出たんじゃないかっていう、本当に。一気になんかキッド海賊団がね、こう好きになったっていうか、同情するっていうかね。わかりますわ。もうあそこから今ね、キッドとかめちゃくちゃね、うん、ジャンプの内容になるんですけども、協力してくれてるじゃないですか。めちゃくちゃなんかね、敵対してる感じだったのに、かっこいいんですよね。うん、もうね、今となってはむしろなんか肩組んでもいいんじゃないかぐらいの、そうそうそう感覚ですからね。はい。確かそこのきっかけでもありますね、やっぱここがね。はい、キラーの笑い方へのつながるところで。そうですね。いや、これやっぱ衝撃でしたね。かぶったか。かぶったけど、大量に溢れてるんで全然大丈夫です。溢れてます。はい、大丈夫です。
じゃあ次、神木さんお願いします。はい、じゃあ僕の2つ目はですね、はい、まあおでんですね、うん、おでんが初登場した時のインパクトなんですけど、はい、95巻961話のですね、はい、山の神に対して放った暴言白滝のあの見開きですね。衝撃。衝撃。いやもうおでんの登場の仕方っていうのが衝撃だったじゃないですか。はいはい、あの勝蔵じいちゃんの、ね、うん、あの仮装してるところでおでんを煮て食べるっていう。なんかそうそう、そこでね、なんかキャラクター付けがバシってできたかと思ったんですけど、うん、まあ、ワンピースって大体その最初の見開きとか最初の一コマがすごい重要なんですよね。はいはいはい、まあ、小田先生もこうキャラクターをこうどう見せようかみたいな感じですごくいろいろ工夫されるんですけど、うんうん、やっぱおでんに関してはそれだけに収まらず、はい、そのね、山の神って言うとあんなお腹の中に町を一個作ってるっていう、それがすごいんですけど、あれをもう真っ二つに歯から全部ザクってやっちゃう、と思いませんでした、あの時。衝撃でしたね。なんかモンブランノーランドとかもすごかったじゃないですか、はい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 、カルガラとかね、うんうんうん、ああいう登場の仕方っていうかスケールの大きい感じだったんだけど、はい、もうそれもなんか数倍しのぐ描き方をしてて、はいはい、やっぱおでんってすごいんだっていうので、すごいっていうのは分かってたけど、なんか思い知らされて衝撃だったですね。衝撃でしたね。すごかった。いやー、その直前でなんか我々としても金右衛門が強いだろうってイメージだったけど、うんうん、金右衛門がほとんど歯当たってないですよね。そうそうそう、なんか根性がある感じでなんとか、うんうん、なんとかこう食らいついてる感じの一撃ザバーンだったから、うんうん、で、あれさ、縫われて生きてましたよね、あの後。そうそうそう、あれすごくないっすね。いや、山さん、あの国どんな医療技術医療ね、医療に達した、なんか医療の人がいるんだろうと思いました。医療の人がいる可能性ありますね、それ。山の神、山さんでしたかね、山さんっていう名前で、山さんですね、うん、かわいい。すごいっすよね、ね、山さんがすごいね。後々だってあれね、乗せたりして、あの外で待ってるみたいな感じでね、うん、そうそう、行列の時来てますね。一緒になって縫われて生きてんの。そう、あれで生きてたら何でもありだなって思いますよね。まあね、こんな切られてるのに生きてんの、何もかんも切られてるのに。中も絶対中も切れてんのよ、言うたら。やっぱ邪眼層とかでいけるんかな、あれ。腹痛ね、一応腹痛なの、あれ。そう、腹痛のところは邪眼層でいける。お腹まで切ってるから一応腹痛はいけるの。すごかったな、あれ。いや、衝撃でしたね。衝撃だった、本当に。いや、あれはすごかった。あの辺面白いですよね、なんか腰が抜けてね、面白い、落ちてたとか落ちてないとかとかいうね、うん、はいはいはい、なんかあの言い回しとかもね、いや熱いっすよね、和の国っぽいし、うん、なんかスケールの大きさをすごく感じさせるとかやったですね、なんか昔話っぽいというかね、そうそう、なんかそんな感じしますよね、うん、当時の感じで、いや衝撃でしたね、あそこはね。じゃあ僕二つ目いっちゃいたいと思います、はい、じゃあここ行きたいと思います。やっぱここね、はい、衝撃でした。僕が選ぶ二つ目はマルコ、そして伊蔵参戦です。いいっすね。参戦ってむちゃくちゃワクワクしますよね。めちゃくちゃワクワクする。インペルダウンの時もそうやったんですけど、なんか知ってるキャラクターがね、来てくれるってたまんないものがありますよね。うわってなりますよ ね、 そうね。で、しかもマルコはもう本当当時、うん、いや来んのかな、来れんのかな、うんうんうん、どうなのかなっていう、やっぱり、うんうん、もしかしたらやっぱ来ないんじゃないかみたいな、来ないって言ってましたもんね。ありましたよね、うん、ね、猫まむしとその相談してた時も、うんうんうん、ね、だってあの伝言頼むって言ってたぐらいだったから、うんうん、いやちょっとこれいけないのかなみたいな、うん、でなんか当時は伊蔵との絡みがなんかね、やっぱ和の子にありそうで、うんうん、で、あ、じゃあそこの絡みの話をしてくれるのかなと思ったら、もうめちゃめちゃ来た。ほう、いいんだ。いいっすよね。だから頂上戦争の時のこう伊蔵もね、やっぱりちょっとは描かれてるんだけど、はい、全然ね、もうサブじゃないですか、サブもサブみたいな。そうなんですよ。それが今じゃね、もう準レギュラーっていうかね、いないと絶対ダメみたいになってるのは。ダメダメ。いいっすよね。めちゃめちゃその後ね、結果的にね、伊蔵もだってカイドウにね、もう石向けたわけじゃないですか、うん、もう98巻のあたりで、うんうん、だそういった感じで、まあそこで最初マルコが来ただけで、まずもう、うんうん、うわー、マルコが来てくれたよ。わー、ネコマムシ伊蔵。もう衝撃がもうえぐかったっすね、あそこは。まだね、増えてくる可能性もあるわけじゃないですか、うん、いや、そうなんですよ、怖いな本当に。ちょっとね、その白ひげ残党とかも含めて、なんかね、うん、もう無事なのかとか、そっちもちょっと気になるというか、うん、どんどん広がるところにつながる、やっぱね、うん、マルコ参戦で、そしてもうね、うん、マルコがもう格好かっこよすぎじゃないですか。かっこよすぎる。すげえ、あの俺あの髪型にしてモテる自信ないっすね。ないないないですよね。ここしかないんだよ、だからね。マルコだからこそかっこいいですよね、あれ。そうそう、あれでよくあの渋みとかっこよさ出るなっていう。そうそう。俺たちもね、親父の声に縛られてるんだ、俺たちも自由なんだよって。あれめちゃくちゃかっこいいもんな、かっこいい、ね、ビッグマムの短歌切ったところもめちゃくちゃかっこいいですよね、あの技も全部かっこいいしね、かっこいいのよ、足のつぶてとかね、
好印とか、ね、でしっかりちゃんとキャラクターにかかってるんですよね。あのあたりも漢字とかも含め、うんうん、なんかマルコがねよりなんか好きになった感じのところでね、やっぱ参戦から私のサボテはパイナップルやったりですよね、漢字で書いたら、そうそうそう、あなんかね鳳凰のあの字の感じでね、なしって書いてねパイナップル結果的に好物から来て頭もそうなんか言ってそうそういじられてるっていうね裏で。いやマルコ良かったっすね、あそこやっぱ衝撃でしたね、衝撃だったですね、納得ですね、はい、めちゃくちゃ、はい、じゃあ僕の3つ目、はい、一応最後になるんですかね、はい、もう泣く泣く選んだやつをいきます、はい、お願いします。まあね、どうしても僕おでんが好きでね、うん、好きがゆえにこのシーンもめちゃくちゃ熱かったなっていうところなんですけど、うん、98巻のですね、はい、992話になるんですけども、うん、まあそこでねカイドウに向かって赤細工人男たちがいろんな技をね、赤屏風とかね、はいはい、あの犬脅しとかね、はい、ボロブレス奉還とかやって、うんうんうん、かっこよかったじゃないですか、ババババッと出て、はい、めちゃめちゃかっこよかった、あかっこよかったと思ってたら次の瞬間みんながおでん二刀流をこう構えるっていう、たまんねえやそこ、やべえ、もう鳥肌立っても今なんかやばすぎて、ね、あそこかっこよすぎでしょ、めちゃくちゃかっこよかったっすね、嬉しいっすよねあそこは、いやあれ本当に、ね、もう熱かったし衝撃だったし、もうなんか和の国の侍の物語の一貫したものが全部あそこにドカーン来た感じしましたよ ね、うん、ねやっぱおでんが好きっていうかね、うん、おでんの忠誠心をすごく感じますよね、あそこかっこよかったな、トーゲンとつかま、ね、おでんがやったのをこの4人でやるね、そうかっこいいあそこは衝撃だったな、衝撃だったですね、うん、構えた時点でもううーってなってめくってトーゲンとつかまうわーかっこよかったっすね、はい、確かにあれかっこよかったな、桃源とすか2回和の国編で見れるんだっていう、ね、あの見せ方半端なかったっすね言うたらね弟子たちが習わない感じだったのに、うん、結果的には自分たちに盗んでたみたいな感じですもんね、うん、あれね、あおでんも天国で喜んでますよね、うん、笑ってますよねお前らーって絶対言ってるいやー衝撃だったなあそこは、はい、じゃあちょっと僕ラストいかせていただいていいですか、はい、いやーちょっとねやっぱここかなちょっとじゃあジャンプからいっちゃっていいですか僕、はい、ジャンプからジャンプも熱いですよね、熱すぎんのよジャンプも、もうね神木さんとジャンプの話したくすぎてしょうがなかったんで、ね、これだけさせてください、今1013話までですね、そうですね今撮ってるのが1013話で、はい、1013話です、1013話もう今撮ってる最新行かせてください一昨日見たラストルフィどうしちゃったの、どうしちゃったの衝撃、もう衝撃、もうやっつける方向に行くと思いましたよねそうなんですよ、バチバチ戦ってなんとかルフィが勝つだろうと思ってたら、そうなの、絶望の絶望って久々ですよね、なんかもちろん和の国編でルフィってやっぱね、うん、その最初にそれこそライムハック食らった時とか、うん、めっちゃやっぱ衝撃だったし、うん、その後もねあのラグナラク食らってうわ気絶して、うんうん、大丈夫かってなって、うん、だったんだけど、もうそれをさらに上回る絶望感というか衝撃だったんですよね、うん、あの要はバトルシーンがなかったんですよね、あれね、なかった、要はその落ちるまでの、うんうん、その行き札がなしで、うん、急な落ち何今までそんなことないですもんね、ないですよ、なんかカイドウもねなんかハーハーってこう息は切らしてるんで、はい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 、ある程度ね拮抗した戦いにはなったと思うんですけど、うんはいはいはい、どういう戦い方をしたかですよね、そうなんですよね、多分ポイントになってくるのが間違いなく多分ねあの刺しというワードですよね、きっとね、うん、カイ刺しでやるならカイドウだろうっていうのと、あとヤマトもその後ねな刺し急がなきゃって言ったらね、うん、セリフもあったりしたんで、やっぱそこが絡んでくるんだろうけどね、制御できない感じのやつがあるのかもしれないですよね、そこなんですよね、もしかしたら今もね皆さんはもう知ってるかもしれないですね、うん、ジャンプそうですね、最新話見てたら教えてください、出てんのかな、教えてみよう、教えないでください、ネタバレやめてくださいいやみんなはもう分かってるんで、もう俺らも分かってます、なんならこれ公開されてる時は楽しみだなねえ、僕どうなんすかね、どうなってるか、でまたね今カイドウがもうドームの上にいるじゃないですか、はいはい、でそっからまたどう動くかですよね、ずっと屋上では待っとかないと思うんですよ、確かに確かに、やっぱり下の方に行っちゃうのかな、怖いですよね、いやそしたらもう戦況がもうやばいですよね、今ただでさえね逼迫してる状況なのに、いやちょっともう真ん中にだってうちに入ってからまだまだ読めないって読めない面白いってやばいっすよね面白すぎる、面白いっすね、マジで選べなくて、ねうんはい、他にはですね、はい、僕ドレイクとコビーが繋がってたとこですね、あもう衝撃もう衝撃だなんだその後もですよね、はい、その後そうそうそうアルティメイトアルティメイトたまんないっすねたまんないっすね
ロジャーたちの懸賞金が一気に明かされた時、そう、いやあそこやばい、もう究極だった、ハルティメットだったな、マジで。ちょっとね、なんかまあ終わりに向けて書かなきゃいけないのを書いたなっていう感じで寂しかったんですけど、はい、そうなんですよね、あそこね、やっぱりでも衝撃でしたね、うん、マジで毎週あるんで、マジなんですよ、本当にすごいですよね、本当ジャンプをこのリアルタイムで読めてるこの喜びというか幸せ、うん、やばいですよね、やっぱ、すごいですよね、ファンとしてはこんなにいいんすか衝撃いただいちゃってぐらい、はい、あの国編はね、で100巻の終わりが次週、はい、2014話っぽいじゃないですか、はいはいはい、そうですね、だからやっぱそこもでもちょっと今までよりもちょっと大きい波が起きると思うんですよね、来そうなんですよね、怖いですよね、これ以上あるんですかって思います ねただでさえ13話の後はあんな感じだったから、となるとやっぱルフィを助けに全然部外者が来るとかありえるかもしれないですよね、うわーそれありえそうだな、かっこれどうなんだこれ、ちょっとどうなんだこれ今その時出てるか、出てるんじゃないですかね、我々今すごい楽しそうですけど皆さん分かりながらニヤニヤしながらこの動画見ていただければまあここからルフィが勝つっていうのはまあ分かってるじゃないですか、はい、信じてるっていうか、まあ そうですね、それでもね分かってるけどどうするんだろうっていうのが全然読めなくて面白いですね、はい、という感じですね、ちょっとまだまだこれね語りきれないんで、またちょっと、はい、次撮る時とかね、もうちょっと多分まだまだ衝撃が、うん、ストックされてると思うんでまだまだ語っていきましょう、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、はい、というわけで、こちらのねチャンネル1本目ここまででございます、ぜひこの動画面白かったぜということで、はい、グッドボタン押してってください、そしてね神木さんのチャンネルでもねコラボ動画上がってますので、神木さんのチャンネルもぜひチェックしてください、お願いします、はい、さあここからねスーパー神木館でコラボぜひ楽しんでってください、よろしくお願いします、はい、明日も楽しもう、またねはい、あれ勘十郎のシーン入ってなかった、確かにだからお願いお願いします、チャンネル登録。